政府直属高田法案部なのか、秘密警察闇に紛れるスパイたちの取り締まり、朝から晩までお前を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 、お前を自白に追い込むため、あらゆる手段使う、繰り返されるものの余剰に注射の薬物よりお前の大事なものを人質に処置ない、だから秘密警察政府直属国家保安部なのだ、秘密警察思想弾圧不満分子を取り調べ、来る日も来る日もお前を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 、秘密警察政府直属国